はい、おはようございます。昨日開閉法というルートの計算をする話をやったんですけれども、その開閉法の動画を出しますって言った時に、開閉法が扱われている小説がありますよっていうことで紹介してくれた方がいてですね、その方の情報をもとにちょっとその小説をゲットしました。これがですね、浜村渚の計算ノートという、青柳愛斗さんという方がね、書かれているものなんですけど、まあ、数学の内容を、ベースにしてですね、こう話を展開していくというね、こういう作品作るのすごい大変だと思うんですけど、すごいなっていう感じなんですが、これの 8巻目ですね、8冊目の中に書かれているアラビア式の開閉法というのを今回紹介したいと思います。昨日お話ししたのは、まあ、江戸時代の和算家、江戸時代の数学和算っていうんですけど、和算をやってた人たちが開発した、開閉法、まあ、一般的な開閉法と、比べる形で今回のこちらにあるアラビア式の開閉法というのを見比べていきたいと思います。じゃあまず昨日の復習になるんですが、昨日の例題、の2番目ですね、例題2でやった、こちらの値でやりましょう。111556 111,556 というものを、ルートを開閉しましょう。で、開閉法はまずどんなふうにやるんだったかというと、小数点を基準に2桁ずつ区切ります。ここで区切り、まあ、ここは区切りなくていいですね、ここで区切り、ここで区切りっていう形です。そしたら先頭の2桁について、今回11です。11を超えない一番でかい平方数探します。で、それ何かというと9ですね。サザンが9が一番、11の中で取れる最大の平方数です。四四十六にしちゃうと超えちゃうので、まあ、サザンが9が、一番取れるということで、こっちに3を書きます。で、3と書いたら左側のメモスペースに3、3と縦に書いて、このサザンが9をこっちに持ってきます。こっちからこっちに書けます。で、上から下を引いて2というふうになります。そしたら次の2桁を、1号、これ同時に下ろします。215です。そしたら左側に戻って、上足して60何とかかける何とかが215を超えない最大の、整数というのを考えます。なんでこんな計算するかっていうのは昨日の動画の中で、ね、説明しております。あの面積の、ね、絡みでお話ししてますので、ぜひそちらご覧になってください。気になる方はね、はい。で、215を超えない最大の、こちらの、ね、入る数字っていうのは3ですね。3、サザンが9の6318で、上から下を引くと、15たす11になるので、26ですね。はい、そしたらこの計算ずっと繰り返していきます。次の2桁56を下ろしていきます。で、こちらに戻って上と下足して660何とかかける何とかが2656を超えない最大の整数知りたい。で、これはまあ4が当てはまって四四十六、六四二十四、六四二十四で、まあ、今回これぴったりいきますということで、あ、ごめんなさい、書くのちょっと途中忘れちゃったんですが、ここの3がこっちに来て、ここの4がこっちに来ますということで、334という形で開閉ができましたということです。で、今回これをね、アラビア式の、先ほど言ったこちらの小説にあるアラビア式の方法で紹介したいと思います。11156、あ、111556で、2桁ずつ区切るのは一緒なんですが、まあ、書き方がですね、こう縦にこうやってまず長めにスペースを用意します。で、ここのスペースをどれぐらい用意するかっていうのがね、ちょっと最初はっきりしないので、ちょっとそこがまず難点かなと思うんですけど、まあ、とりあえずこんなふうに用意しますと。で、ですね、こっちも書きましょうか。答えスペースこっちに行きます。答えこっちで、2倍のスペースというのを用意します。2倍スペース、まあ、先ほどもね、ここでね、上2つ足すとかね、こういう計算してるわけですが、まあ、本質的にね、同じような計算になるわけですね、当然。だから今回はこの、2倍の、ね、計算っていうのがこの辺に来るということになります。じゃあちょっとやり方を言います。まず、11を見て、11を超えない一番でかい平方数探す。さっきと同じです。11を見て、一番、でかい平方数は、まあ、これ3、サザンが9が一番、取れる一番でかい数値です。ということで、こっちに3を書いて、サザンが9をこっちに書きますと。そしたらこれで上から下を引きます。11から9を引いて2です。はい、そしてその次、先ほどは1号を同時に下ろしたんですが、このアラビア式の開閉法では時間差で下ろしていきます。つまり1号を同時に下ろすんじゃなくて、1だけを下ろします。2、1っていうふうにします。そしたらちょっと下の計算に戻るというか移って、
この答え、今確定している答えの2倍をこの下側に書きます。3の2倍で6になります。そしたらこの21と6を注目して、21の中に6が何個取れるかっていう計算をします。まあ、要するに割り算をします。21の中に6を何個取れるか、何個取れるかっていう小をこっちに書きます。まあ、3個取れますね。で、6、3、18で、ここで上から下を引きますと。はい、そしたらここで5を下ろしてきます。はい、そしたらここのね、3の2乗をこちら側にね、こう書いていきます。はい、だからこの辺でね、上から下引いたり、ここの2乗をね、持ってき引いたりっていう、ちょっと2種類の計算がこの辺で混在することになります。で、これで上から下をね、引いてあげるということになります。26ですね。で、ここの計算って、先ほどの計算、ちょっと時間差でやってることになってますよね。さっき215の中から189引いたんですけど、これは21から18を引いて、で、その後に9を引くと。この189っていうのを、まあ、18と9で分けて、こう時間差で引いてるっていう感じですね。で、じゃあまた同じようにやるんですが、26で、また1個下ろします。265、1個下ろします。はい。で、また下の話に戻って、今確定しているのは33です。この33の2倍をこっちに持ってきます。3の2倍じゃなくて、今確定しているものの2倍をこっちに持ってくるというのがポイントになります。そしたら同じで、265の中に66が何個ありますかっていうことを考えて、まあ、4個ぐらいかなと。そしたら、6424の6424で、ここが1になりますと。そしたら、こっち6が残ってますから、6を下ろしてきて、で、ここで獅子16を引きますので、引いて、まあ、0になりますということで、ここでおしまいということになります。はい、ということでですね、昨日紹介したこの開閉法とこのアラビア式の開閉法なんですけど、まあぶっちゃけこっちの方がいい、ちょっとメリットが多いか大きいかなっていう感じしますね。正直これ長いんで、まずスペースが、大変っていうのと、まあここの書く場所をね、単純に上に持っていくとかすればいいだけだと思うんですが、ここちょっと詰まっちゃうんでね、そこもあんま良くないし、ここが結構空いちゃうから、ここ下ろしてくるときに、こう、ちょっと、こう、なんか分かりづらいかもしれないですね。ここはそんなにこう間空かないんですけど、これ2倍ぐらいになっちゃうんで、ちょっと書き方として、あんまり計算がこう、なんか計算ミスが起きそうな やり方なのかなっていうことで、ちょっと開発した方には申し訳ないんですけど、ちょっとディス気味になってるんですけど、まあ、ちょっとそんな、感想を持ちました。まあ、一応これはこれでね、やり方として一応まあ時間差でやってるんで、多少こう、計算ね、一回一回の計算はちょっとまあ楽になるかもしれないんですけど、まあ回数はちょっと増えるっていうことでね、まあトータル同じことやってるんですけど、一応まあこんなアルゴリズムもあるということで紹介しました。はい、で今回のこの小説みたいにですね、なんかこう情報があったらですね、ぜひコメント欄とか、まあ、ツイッターとかでもいいですので、ぜひ教えていただけると、嬉しいです。この YouTube とかやっててね、本当にありがたいと思うのは、こういろいろ教えてくださる方がね、いてですね、本当に助かるんですよ。なんか自分の力だけでやろうとするとやっぱなかなか、限界があるというかですね、やっぱ指摘されて、ああ もっとこうやってやった方が簡単だったなとかね、それ気づくの結構あるんで、ちょっとそういうところはね、気づいたら教えてもらえると、嬉しいです。はい、ということで、今後ともよろしくお願いします。ということで、じゃあ今回はこれで終わります。ありがとうございました。